猿滑りは、杉浦ひな子による日本の漫画。漫画サンデーにて、1983年から1987年まで連載された。気候の絵師とされる、葛飾北斎を中心とした、実在の人物たちを軸に、江戸の風俗や庶民の生活を描いた。恋愛、人情、ホラーといった、様々な要素を取り扱う。単行本は、実業の日本社から全参巻。 ちくま文庫から上下巻が発売されている。原慶一監督、プロダクション IG 制作により、長編アニメーション映画化され、2015年5月9日、公開。アヌシー国際アニメーション映画祭の、長編アニメーション部門で審査員賞を受賞するなど、複数の賞を受賞。また、対19回文化庁、メディア芸術祭アニメーション部門。 震災委員会推薦作品にも選ばれた。江戸は、下町の長屋に暮らす絵師の鉄造こと、葛飾北斎とその娘、おえいそして居候の善次郎。三人は夏季孫子が散らかった部屋を気にも留めず、日夜創作活動に励んでいた。そんな彼らのもとに鉄造のライバル歌川文下で、若年ながら、頭角を表す国なをも出入りするようになる。親父と娘。 筆二本、箸四本あればどう転んでも食っていけると豪語する、お栄えではあったが、何かと気持ちが揺れ動く、難しい時期を迎えていた。孔子ともに、充実の時を迎える鉄像も、盲目で、病弱の末娘に悩み、若き日の縁者の死に遭遇。無とも衝突するなど円満とは言い難い。駆け出し絵師として徐々に頭角を表す善次郎も再起、溢れるをえや、 年下ながら、売れっ子絵師の国直に引け目を感じている。国直も、疑川はじめ門の人間関係に、窮屈さを感じ、自由活達な鉄道門下に憧れを抱くも、義理と人情の板挟みにあっていた。四人が遭遇する事件を軸に生き生きとした江戸庶民の生活が描かれる。映画版のロゴ、サルスベリミス北斎の題名で2015年5月9日、公開。 主人公であるおえいの声は、アンズが務める。2016年10月14日に、アメリカのニューヨークとロサンゼルスで公開し、その後全米で公開。サルスベリの原圭一監督、僕には、絶対超えられない天才と原作者の子杉浦、ひなこさんを称賛。映画ドットコム。2015年4月18日閲覧。第19回文化庁。 メディア芸術祭審査委員会推薦作品一覧。アニメーション部門。文化庁、メディア芸術祭。2015年12月14日閲覧。AB、杉浦な子原作の長編アニメ、葛飾北斎役に、松茂豊追加キャスト発表。シネマトゥデイ2015年2月27日閲覧。杉浦な子原作のアニメ映画。 サルスベリ・ミス・北斎主演はアンズ。コミック・ナタリー。2015年1月20日閲覧。原圭一監督。サルスベリ・ミス・北斎北米配給決定。シネマ・トゥデイ http:/www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ N008424112016 年7月11日閲覧。 abcdefg 松重豊葛飾北斎役でアニメ声優初挑戦原圭一監督作サルスベリ主要キャスト発表映画ドットコム2015年2月27日閲覧 abc 入りの自由さんが美青年吉谷役で原圭一監督作品に初出演プロダクション IG 制作の長編アニメサルスベリ 矢島明子さん、藤原慶治さんの出演も決定。アニメート TV、2015年3月5日閲覧。ABC、プロダクション IG、ワークリスト、ディテールズ。2015年1月21日閲覧。プロダクション i g 英語版サイト、杉浦ひな子原作、サルスベリの主題歌が、シーナリンゴに決定。シネマトゥデイ 2015年4月13日閲覧。原圭一監督、サルスベリ、アヌシー国際映画祭で、長編部門審査員賞を受賞。アニメ、アニメ。2015年6月21日閲覧。原圭一の監督作、サルスベリ、ファンタジア国際映画祭で、今美印象など3巻に輝く。映画ナタリー。2015年8月6日閲覧。 第39回、山地文子映画賞に、これ枝広和監督の海外ダイアリー。映画 .com。2015年10月19日閲覧。大泉洋出演。イアムアヒーローをッチェす映画祭で2巻。日本公開は2016年。映画ナタリー2015年10月20日閲覧。第39回日本アカデミー賞優秀賞決定。 日本アカデミー賞協会。2016年1月18日閲覧。毎日映画コンクール大賞に、橋口監督の、恋人たち。毎日新聞。2016年1月21日閲覧。2015ユース、アニメーションドキュメンタリーノミネーションズジュリー、アナウンスド。 S a, a i i s、e a a e、i a p a c i f i c r e n a c a d e m i c o m 2016年1月1日閲覧スティーブン・クレミンアプサリターンズアワーズ2アジア EN フィルムビジネスアジア2016年1月1日閲覧サルスベリ・ミス北斎に関するカテゴリーありがとうございます